今日は図形の性質の25回目四角形が円に内接するにはを見ていくよまずは今日のテーマとポイントの確認から四角形があって円に内接するための条件それを見ていくよ前回の授業では実はねその逆のパターン見てきたよね四角形があってもともと円に内接している その時にはこん,な方法こんな法則成り立った向かい合う角の和が1 8 0度四角形が円に内接している時向かい合う角の和というのは1 8 0度っていうのを習ったよね。実はこの逆が成り立つんだつまり四角形があって向かい合う角の和が1 8 0度の時その時にはこの逆つまり円に内接していると言えるんだ。 向かい合う角の和が1 8 0度と分かった時円に内接していると言えるんだこの逆も成り立つということね向かい合う角の和が1 8 0度なら円に内接していると言えることこのポイントを使ってこれからの問題見ていくよじゃあ例題一緒に見ていくよ 次の四角形 ABCD のうち円に内接するものに丸をつけよ過去の位置は ABCD 四角形があって角度がそれぞれ分かっているわけねこれが円に内接するかを調べるにはどうすればいいそうだね今日のポイント向かい合う角の和が180度のとき向かい合う角の和が180度のときは円に内接すると言えたね図を見よう 向かい合う角どれが分かっているかというとそうだねこちらとこちら1 1 0度と7 0度向かい合っているわけで角のは調べてみよう1 1 0度と7 0度向かい合う角ののは調べてみると1 8 0度だからうんこれはそうだねやったと1 8 0度だったら円に内接すると言えるわけだから答えは丸 どんなふうに円が描けるか実際描いていくとこうなるよ。そうだね円に内接している四角形だから向かい合う角のは1 8 0度続いて過去の2年。四角形 ABCD があって角度が3つ分かっている。この時に円に内接しているかどうかを調べるにはやっぱり向かい合う角の和を調べればいいわけだね。 向かい合う角の和調べていくと130度と60度こちら向かい合ってるわけだねその和を調べると190度となってうんこれは残念だめだ180度じゃないといけないわけだからこれはだめなんだよなので丸はつけられないまあバツだよねうんこのように向かい合う角の和を調べるだけで 円に内接しているかどうかがわかるよ。続いて練習を見ていくよ。次の四角形 A. B. C. D. が円に内接するかどうか答えを。四角形を見よう。A. B. C. D. があって角度が二つ分かってるね。外角の七十度。外角の百十度。じゃあ円に内接しているかどうか調べるにはどうする。 やっぱりね、向かい合う角の和が大事になるんだ。この七十度や百十度使えるところで考えると、この A の内角の角度、それから C の内角の角度考えればいいわけだよね。こことここ足して百八十度なら O、OK、K。じゃあ赤の角度を求めていくと、百八十度から七十度を引けばいいからこちらは百十度。同じ考えで百八十度から 110度分引いたものになるから黄色は70度この角度を足してみよう110度と70度足したら180度ということはきたー180度だからこれはやったと円に内接するかどうか答えるんだったら円に内接すると書けるわけねで実際に円を書いてみるとこんな形になるよ 円に内接するわけね今日のポイントおさらいするよ四角形が円に内接するには四角形があって向かい合う角の方が180度の時その四角形は円に内接すると言えるよこれさえ押さえておけば大丈夫